じゃあ、松田修こんなはずじゃない無人島プロダクション、についてですね、いきたいと思います。これ資料があるのかな、ちょっと待ってくださいね。資料があったら資料を見ながらやりたいんですけど、あ、資料ないな。あ、そういえばなんか紙とかもらってない気がするな俺。じゃあいきますね。これは DM、はい、僕実はね無人島プロダクションね新しくなって初めて行ったんですよ、すいません。なんですけどね、松田修ですね。まあ、我々少しまあチンポム世代ぐらいのね、アーティストです。芸大出身ですけれども、もともと尼崎出身で、の作家ですね。で本当にですね、話聞いたらですね、すげえ自分ではこうスラムで育ったと言ってるけど、まあ本当にすごい、すげえ場所なんだなと思いましたね。で、それこそね、先ほどそのコロナについての質問っていうのがあったので、ちょっとその関連で松田君から聞いたことを言うとね、いや、そのコロナって10万円もらえたじゃないですか、全員。国民全員に10万円、あれ世代だ、1人でしたよね。10万円もらえましたよね。でも、松田君のね、家の近くに住んでたね、知り合いのおばちゃんなんかもらえないんだって。なんでかっていうとね、戸籍がないらしい。で、やっぱりいろんなところから逃げてきた人とかがいると、まあ戸籍がないのかどうかわかんないんだけど、まあそういう状況になってるっていう人がいると。でこうやっぱりもうそれって本当はさ、むしろ救わなきゃいけない人なわけですよ。もう直撃受けるからね、そういう人たちって。もちろん税金払ってないかもしれないよ、だけどまあ払ってないだろうね。だけどでもまあ消費税とか払ってるわけだし、で彼ら暮らしてるわけだし、でもそういうものがないっていうことは、健康保険もないわけでしょ。だから保守、社会保障を受け入れてないわけですよね。でやっぱり彼らをどうやって救うかっていうのはやっぱりすごい大きな問題でしょ。でそういう問題がやっぱり出てくるんだっていうことを、まあ言ってましたね。やっぱりこうそれはすごいなと思います。でやっぱり彼らにはそういう視点があるんですよね。やっぱりそういう作家はすごいですよ。もう全然もう視点のレベルが違うなっていう感じですよね。いやまあすごいですよね、松田君はやっぱすごいです。僕はもうね、初古典からずっと見てるんですけどね、十数年ですか、大好きな作家ですね。初古典からもう大好きです。でこれですね、それこそ黒人差別じゃないけど差別問題がね、いろいろ話になってるじゃないかっていう、ことをですね、この真面目ぶった顔で、言ってるわけですね。で私はなんか最も重要な差別を見つけたみたいな感じになるわけです。それについてやりたいとね、ハゲね、頭皮が薄いとね、でそれに対して提案しますみたいな感じで、自分が丸ハゲになってねこの表情でこういろんな髪型をすると。こんなやついないですよね。で本当これね、切った直後みたいでね、この辺にね髪がいっぱいついてるのでね、めちゃめちゃ汚らしいんだけどね。こういう先ね、排除の構図とね、The Structure of Elimination っていう、作品なんですね。はい、わかんねまあまあでもこういう、作品ですね。はい、こういう、まあ、いろんなところでいろんなことを言いながらっていう、これはですね、系統的にはですね、前の古典でやってたさよならイズムっていう作品があるんです。これもすごくいい作品なんですよ。さよならイズムってね、松田くんがね、なんとかイズムってあるじゃん、 なんとかイストっていうのあるじゃん。だコミュニストとかなんかね、そういうやつ、ファシストとかそういうやつを全部松田くんが演じていくんですよ。でそれをなんとかみたいな感じでブワーみたいな、でなんかこう真面目な人なんとかなんか全部演じていくっていうだけの、それがね何十もあるのよね、ブワーってあるのよ。くやったなと思うけど、そういう作品で、それを全部並べて相対化するっていう作品なんです。あれ国際的にも通じると思うけどな俺、うん、松田くんなんかどんどん映像とか僕なんか微妙とかに流してもいい気がするんだよな。
それも映像自体、まあ、画質ぐい落としたりとかしてな。で、そしたら僕、すっごい海外でも受けると思いますね。分かりやすいから、松田君って超ストレートで。しかも、その、なんていうかな、それこそスラムみたいな、そういうところの感性みたいなものが、こう、出てるっていうのは、やっぱり分かると思うんですよね。分かる人多いと思うんですよ、グローバルに。だから、すごいいいと思うんだけどね。あ、これはね、これなんか自殺マシーンみたいなやつでね、こうね、ここに、僕はここに立ってよかったのかどうか知らないけど、これ立って僕やってみたけど、ここに釣り竿があってね、ここにこう、あの輪っかがこう、ぴょんぴょんぴょんって、こう輪っかをこう、首がかけれる輪っかがあるんだけど、まあかけれないのに、ぴょんぴょんぴょんってなってるから、っていうマシーン。はい。ね。これは下から撮ってるのかな、俺。うん。これ釣り竿ですね。ね。こういう風になってます。はい。次。これはね、ごめんなさいマシンですね。誰か、自分の代わりに謝ってくれる。ただひたすらこいつが謝ってくれるんですよ。ね。そういうマシン。あ、これはね、後から説明しましょうかね。これね、なんかね、松田くんがね、これね、なんとかって名付けたって言ってたんですけど、ちょっと忘れちゃった、ごめん。ね、これをね、たくさんのところで撮ってるんだけど、要するにホームレスの人たちがこう持ってるこの中の塊みたいなのあるじゃないですか。ものすごくきれい、うまいこと、入れてますよね。あの技術あるんだと思うんだけど、それをがすげえと思って、こういろんなところで撮ってるっていうね、そういう作品ですね。でね、これ結構重要な作品だったと思うんだけど、ただ単にね、ハイ、ミドル、ローっていうだけなんだよね。めちゃめちゃコンセプチュアルなんだよね。で、ハイ、ミドル、ロー、ね。どこがハイで、どこがミドルで、どこがローなのかって分かんねえじゃねえか。ただそれだけなんですよ。どこがどこっていうのを、いろんな作品をやりながら、ハイ、ミドル、ローって言ってるだけだもんね。で、これはね、街中のね、まあ言ってみればグラフィティだな、を探したわけだ。で、この世紀の、ってなんか男子便所になんかもう必ずと言っていいぐらい書かれてましたよね。でもね、今ほとんどないらしい。結構探したらしいんですけど、松田君5、6個ぐらいしか見つからなかったっつってた。で、これでもなんか微妙にオリジナリティがあって、これとかはなんか体がついてるんですよね。そうね、あ、これとこれ違うな。これとこれ違うけど同じ人が書いてますね、これ多分ね。これもこんなのね。これボールペンで書いてるね。で、これなんて書いてあるか分かりますか、結局。Who are we? Who are we? Where are we going? Where are we from? Where are we going? ね。Where are we from? Who are we?ね、これはどうなってるの、これは二重で重なってるな。はい。で、これどういうことかっていうと、これあれですよ、ゴーゲンですよ。我々は、どこへ行くのかのやつね。我々はどこから来てどこへ行くのか。ね。あれ。我々とは何かってやつですね。で、それと、これを、合わせてるわけね。くだらないっちゃくだらないけど、すごいよね。そういう作品です。はい。これハイミドルローね。うん。これなんか鉄格子のやつもすごいよね。うん。はい。僕、これすごいいい作品だと思いました。ああ、そっかそっか。ライトレフトっていうのもあるのか。ハイミドルロー、ライトレフト。なんとかみたいなのかな。縦、え?上下左右っていうタイトルだったかな。うん。上中下左右みたいな感じだったかな。はい。これですね。ね。これもフランス語でね、元の言葉で書いてあるというですね。あれね、ゴーギャンのね。はい。あ、そうか。で、僕ね、一つ作品が撮れてないんだけど、本当はメインの作品があって、メインの作品は、お母さんがですね、松田君のお母さん、まあ、スナック太平洋っていうスナックをやってたんですね。すごいちっちゃい頃からやってて、で、それがですね、結局ですね、このコロナ禍でですね、閉めることになったんですね。で、お母さんにインタビューをして、で、お母さんの声ではないんだけど、お母さんのその声を真似たような松田君、こんにちはみたいな感じで、
お母さん出てこないですよ、本人は。だけど、それをお母さんがこのこれまでの人生っていうかな、をちょっと語るみたいな話なんですね。で、まあ、お母さんはその尼崎で生まれてて、で、まあ、そのまま、水商売に入っていくわけですけど、まあ、すごい商売っていうか、まあ、ものすごくいい人だったんだと思うんですね。で、まあ、お父さんはあの人生で一度も働いたことがないのが自慢のような人でっていうふうに言ってて、まだ生きてらっしゃるんだけど、な人で、まあ、自分で稼いでいかなきゃいけないからっていうことで、まあ、3人いるんですね。松田君長男で、あと弟が2人いるんだけど、で、まあ、本当はなんかスチュワーデスになりたかったとかね、なんか笑っちゃうような話がいっぱいあったりとかしてね、それをね、そのスナックにあった椅子ね、本物の椅子、その何十年も使ってたんだろうね、その椅子に座って聞かされるのよ。で、俺なんか何も思わずにこうやって座って聞いてたんだけど、なんか椅子があるからね。で、あの皆さんご存、もうお気づきの方も多いと思いますけれども、その椅子が私のスナック太平洋ですと座っ使ってた椅子ですってなるわけ。ブワーってなるわけ。すごいの、ね、うわーこれかーみたいな、すごいのよ。なんかね、もう年季が、まあ年季が入って綺麗だけどね、もちろん手入れすごいちゃんとしてるから。でもまあスナックっぽい本当にね、あの椅子なんですけど、うん、でね、まあ、すごい話ですよ。だからなんかもう本当にお金がない時はあのね、ハムをね、ハムをあのこう切り分けて食べたとって言ってましたよ。で、松田君言ってたけど、高校に入った時に、高校から自分はまあ家を出てね、まあ、松田君頭良かったんだと思うんですよ。で、まあ明らかに頭いいんだよね、松田君って。で、高校に入った時にね、自分でまあガソリンスタンドで働きながら高校に通ってたわけだけど、その何、ハムをね、一つ全部ね自分で食えるっていうことがね、めちゃくちゃ嬉しかったっつってたのね。こう分かる？これすごいでしょ。で、やっぱ松田くんってそこからアーティストになろうと思った男なんだよね。やっぱこれはね、強えよ。こりゃ強え。そりゃ強えわなって感じですよね。アイデアもいくらでもあるしね。やっぱすごい人です。はい。でもね、僕ね、この今回の展示で、そのお母さんの作品がもうまあ明らかにメインの作品ですよ。ね、明らかにメインの作品です。ね、で、まあ、もう涙なしには見れないね。ではもう全部おもろいおかんなんですよ。で、ですけど、なんかね、もう本当感動するのよね。感動と笑いとね、だからもう、すごいよ。あ、まあいいや。で、僕ね、その中でもね、なんだけど、やっぱりそのお母さんの作品と、このハイローミドルね、やっぱ僕、これがね、同居してるって、このめちゃめちゃコンセプチュアルのものがね、同居していられるっていうのが、松田修の、本当にすごいところだと思うのよね。で、こんなにね、あのシンプルに、彼のコンセプトが出た展示って、多分初めてだと思うんですよ。で、すごい、ものすごいいい展示ですよ。だから、まだやってんのかな ?1 月までやってんのかな、あ、やってるわ。1月までやってるんで、これもうぜひ見てください。もう本当にいい作品なんで、お母さんのやつをもう一回見に行こうかな、やっぱ俺。やっぱすごいっすよ。うん。ね。はい、で、これね、コロナ中にやったやつなんですね。で、これどこまで見せていいのかな、まあ見せてもいいのかな、まあ、ちょっとアップにはしないようにしますね。で、これはコレクターの人といろいろこう、なんかルールを決めて毎日やり取りするみたいなのを何個かあって、それをまあ作品として売るんだけどね。で、やるんですね。これはあの好きな作、まあ、本の一節を読むっていう、そういう、それを交換するっていう作品ですね。で、これは毎日誰かに手紙を書くっていう、そういう作品ですね。はい。で、これはですね、1日1回アインをするっていうのでね。はい。これはあの伊藤信明の教え子ですけどね。アインうまいんですよ、こいつ。アインめっちゃうまいですよね。松田君よりうまいよね。で、なんかね、いろいろ凝ったことしててね、こいつ。まあまあ、知り合いだから、知り合いなんですよ、彼女は。で、こんなちゃんとね、箱に入ってアインやったりね。こんなこともやってくれてね。ね。いろんなことやってくれてるんですよね。
でもね、一回忘れて叱られてったっていうね、一日やるのを忘れてしまったっていう、そういうのとかもいいですよね。で、あの、いやもうなんか2回分気合を入れてアインしなきゃいけないと思いますみたいな感じで、絶対反省してねえだろお前って感じなんですけどね、はい、まあまあそういう感じですよね、と思って見てたらうちの親父が出てきましたね、はい、パパプサ、花房薫が出てきました。花房薫で、これはです、これ俺ですね、これ俺がなんかそこら辺で拾った葉っぱっていうのをこう、これなんか学校で作らされたんでしょう ね。な、俺なんかこういうとこあるんですよね、そこら辺で拾った葉っぱみたいな ね。なんか適当ですよね。で、松田君もなんかよくわかんない、なんかいろいろ写真が出てきたら、確定申告用書類、確定申告忘れてたとかね、そうそう、まあいろいろ出てくるんですね。これうちのおかんも出てきてたんですけど、ね、ちょっと写真撮りそびれましたね。これはうちのおかんですよ。お姉ちゃんの、あれですね。うちのお姉ちゃんの弁当バッグ。ね、まだ残ってるんですね。あの、まあなんかあの、忘れてたものを見つけるみたいな、そういう作品なんですけどね。でね、これめっちゃ長かったらしいですよ。これ、ここで。これパジャマでこの外で語ってるんだけど、これまあ言ってもいいのかな。あのね、これ30分ぐらいあったんだって。じゃあ、あの、本当は10秒ぐらいでいいのに30分ぐらい語ってるらしいですよ、うちの親父。だから編集すげえ大変だったらしいんですけどね。これね、自分の、あの、が一番好きな映画ね。あの、何回も僕も聞いたことがある話ですけど、真夜中のカーボーイ。ダスティン・ホフマンですね。まあ本当にあれな、でも最後泣くよね、ダスティン・ホフマン。見たことあります？真夜中のカーボーイ。最後こうさ、友達がさ、あの病気になって死ぬんだよね。で、あの行くぞってカリフォルニアだったか忘れたけど、なんかカリフォルニアまで行くぞっつってバスに乗るんだけど、最後さ、あのさ、隣でさ、バスに乗ってる一番最後に乗ってるんだけどさ、死ぬんだよね。でそのままバスに乗っていくんだよね。あれは確かに思い出しただけでも泣けてくる。あれは本当にいい作品だよね。まあいいや。でそれについて30分かだったね。そういうことをやったりしてるわけね。はいはいはい。まあこんなことやってるわけですね。あ、でこれね、さよならっていうのを、全部違う、言語で、毎日言っていくっていうのをこうやったりとかね。ね、こういうのをやってるわけですね。はい。ね、で、これはカップラーメンの、あの写真だったりするんですけどね。はい。まあこういう展示でした。で、なんだっけ、こんなはずじゃないだっけ。うん、っていう作品ですけど、まあ、現代に対してね、現代というか現状に対して、返したね、もちろんこのコロナ禍に返し、対しての展示タイトルだとは思うんですけれども、まあ、それをですね、はるかに超えるですね、ところまで、やっぱり松田修は行きますよね。で、それぞれの作品も松田君のこれまでのスタイル、いろんなスタイルがあるわけですけど、を象徴するものだと思います。まあ、この、 あの頭をね、剃るやつも体を使って、まあ、このその排除の構造をですね、なぞって見せるっていうような作品とか、あるいはこの機械にやらせるっていう作品ですね、ごめんなさいと言わせる作品、機械にやらせる作品とか、まあ、縦横の斜めはこれ新しいですよ。でも、あの、まあ、もともとあったんです、彼の中にもともとあるタイプの作品なんだけど、あんまりこういうの出さなかったんだよね、最近。あのすごいね、本当はね、シンプルに出したい人ですよ、この人。あの考えまくった でも実はね、どの作品もそうなんですね、最後の最後すごいシンプルに出してるのね。それがね、よりシンプルになって、僕はこれすごいいい作品だったと思うんですよね。はい。でこれは女性器の作品もあの面白いしね、あの、ある種のリサーチ系なんだけどね、実はね。だからこれ本当のリサーチ系っていう感じがしますよね。うん、そういう作品ね。あとコミュニケーションの作品か。はい。まあ、大変素晴らしい作品だと思います。で、さらにですね、松田君、あの、財布を落としたらしくてですね、松田君募金っていうのがありまして、あの、DM をちょっと伸ばしたような、ちょっといいか、結構いい紙なんだけど、それにですね、いくらだったかな、2000円だったか、5000円、2000円だったか。うん、で、サインと、ナンバー付き、100かな。ぐらいで2000円で買えるんですよ、作品がね。で、まあ僕も一応それを募金しました。僕18持ってますけど、あのこれです、この DM の
DM がこう引き伸ばしてあるような結構でかいですけどね。僕一応今貼ってみてるんですけどね。だからハゲた松田くんがね、僕ずっと見てるをずっと見ながらね生活してるんだけど、まあでも意外と違和感ないですよ。なんかキラキラしててっていうので意外と違和感ないんですけど、そういう作品もあるんでね、あの作品、あのちゃんと学装したらあの作品に、ね、としてこれあの、コレクションになりますよ。あの松田くんのちゃんとあの本当のサインが入ってますから、はい、ぜひねあの協力してあげてくださいっていうのもおかしいけど、ですね、でまあ松田さんもね、もうさすがのもう有無を言わせぬ素晴らしい作家です。ちょっとねお母さんの作品見せれません。あ、ちょっと映像がね見せれないのでね、まあちょっとねおばあちゃんのがとかが出てくるんですよ。おばあちゃんがねあのボコボコに、おばあちゃんが一回ボコボコにされたことがあったらしくてね、松田くんのね、で歩いて通り歩いてたらね、でそういうこととかあったみたいで、あのそういう画像とか出てきたりするのもあってちょっとあの出せないんだけど、あの出せないっていうか僕写真もともと写真撮影禁止ねなんだけど、なのでまあその作品こそぜひ見てほしい作品なので、ぜひ行ってみてください。ということで松田さんもこんなはずじゃない無人島プロダクションでした。はい、ということでね、どうでしょうか。皆さんね、よろしければぜひいいねと、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。